女がエイズだったらしいな。なんでそれ、なんでマウスが実験体なの？ひどい話しようか。ネズミだったら死んでもいいと思ってるからだよ。それ以外になくね？我々人間は、同じ生き物なのに、猫とか犬とかを殺すと、きちがい扱いされるけど、ネズミ？まあネズミは死んでもいいでしょうって思ってるから。増やすの簡単だし。恐ろしい生き物だよな。死んでも一番罪悪感がない哺乳類だから。そうなんだよ。そう。仕方ねえんだよ。馬の屠殺の動画って俺言ったっけ、前。馬の屠殺。恐ろしいよ。ねえ、馬ってさ、必要のない馬ってどうやって殺すか知ってる？いや、もう、絶対に動画で流せない。車輪がぐるぐる回ってる車輪があって、ベルトコンベアでその車輪に向かってって、そのまま押しつぶされるんだよ。バキ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 みたいな。いや、あれはね、人間の命の重さを知る上で、あんなに人間って簡単に動物を殺すんだって。人って本当に、俺、命って大事だなって思えるから、マジで寝る前に今日見てくれ。マジでえぐいよ。いや、正直、ひよことかってさ、食ってるじゃん、俺たち。で、馬の屠殺は、あれはマジでびっくりした。機械的に馬がさ、ビッグバンマグナムも死んだだろうな。あいつ大した成績残せなかったから。お前たちが育ったビッグバンマグナムも多分あれだよ。バリ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 っつって。歯車の中だよ。なんて検索したら、馬スペース、なんて検索したら出てくるかな。馬スペース、惨殺みたいな。絶対出てくるよ。衝撃受けるからな。本当に。本当に衝撃受ける。本当に衝撃受ける。馬スペース殺処分かな。あれは恐ろしいわ。俺も結構グロ系の動画見たりするけど、あれは一回だけしか見れなかった。もうちょっとこれ見るのやめようと思って。おぞましいぞ。日本の死刑執行までの流れもえぐい。教えて、どんな感じなの？何時間やってんだよ。何時間やってんの？まだ4時間ぐらいだろ。4時間ぐらいだろ。そう、巨大シュレッダーみたいなのがあって、死ぬんだよ。あれ、おぞましいから見てくれ。ヤギの首を流れ作業で落としていく動画だな、見た。なんだそれ。オスのヒヨコがミキサーにかけられるのも悲しい。あれ、食っちまえばいいじゃんね。全部焼いて。だからオスとメス、オスとメスを仕分けして、オスの乗ってるベルトコンベアの先にはバーナーがあって、そのままね、焼いて出てきて食えばいいじゃんね。どうせ殺すならそっちの方が良くない？しっかり食べようぜ。これちょうどいいじゃん。ウィーンっつって、また会おうねーっつって兄弟でよ、扉の先。すごい丁重にもてなされるメス部隊と、そのままね、バーナーで焼いちまって。どうせ殺すならせっかくだから食べようぜ。いや、その先にじゃあ、その先になんか豚とかなんか置いときゃいいじゃねえかよ。で、食えばいいじゃん。そう、ゴールテープ、炎のゴールテープみたいな感じでさ。ミキサーのひよこは鶏の餌になってる。マジで？へえ、恐ろしいね、それね。恐ろしい。自分の、あ、なるほどね。連鎖してるんだ。人間って鬼畜だな、そうやって考えるとな。魚と、虫とか魚以外の動物が死ぬのを見るのじゃ、まあそうだね。やっぱ命の重さって平等じゃねえな。俺だからイルカとかクジラとか別にさ、死んでても全然、いや、そんなの牛とか豚とかと変わんねえだろとか思っちゃうんだよな。クジラなんて食うのうめえのにさ、なんでガチャガチャオーストラリアのバカどもに言われなきゃいけねえんだよと思っちゃうんだよな。あれ何なんだろうね、本当にね。
ね、しょうがねえじゃん、もう人間に生まれてたんだから。しょうがねえじゃん。クジラの唐揚げとか、頭がいいかららしい。なんだそれ。あ、なるほど。死っていうこと、死生観があるからと。へぇ、クジラって頭いいんだ。そうなんだ。兄がなんで魚の解体ショーはテレビで放送するのに、牛とか豚はしないんだ、差別だって言ってた。はー、でもお前豚の屠殺とか見てたら、くすげえぞ、ピーって言うから、本当にこういうことないからな。首にスパーンってナイフ入れて殺すんだけど、ピーってゴメちゃん見てんだからな。バーンに握りつぶされた時のゴメちゃん見てんだから、キーキーキーって、よっちゃんが締められた時みたいな。あれ、ゴールデンスライムだよ、俺の中で。ゴールデンスライム。え、最近電気ショックだろ。何よ、豚畜生にそんな気使ってんだ。首を亀五郎呼んできて、竹沢でドーンってやれよ。何を偽善者ぶってんだ。俺が殺してやるよ、じゃあ。俺がその豚界隈の恨み全部背負ってってやる。仕事するわ。何がそんな電気ショックで豚じゃくんじゃねえよバカ野郎、豚のことを思いやってよみたいな感じ。頭をパーンって竹槍で引っ張られて気絶させて、その隙にズドーンって、それでごめんな、いただきますっつって。しょうがねえだろ。あ、そっちの方が楽なんだ。へえ、効率がいいんだ。え、電気ショックってどうやってねえ、どうやって殺すの？豚を。どうやって殺すの？一瞬パーンって。今日動画見よう。寝る前に。電気ショックは味の質が落ちる進行があって、動脈切るところもある。そのままバーナーで丸焼きにせよくない？ベルトコンベアにさ、ほら、じゃあ行ってらっしゃいっつって、そのまま、俺たちの食卓、だからベルトコンベアで全部繋げばいいんだよ。全部。養豚場からベルトコンベアでブーンってゆっくり歩いてきて、そのまま中になんかね、牧草とか、なんか肉とか置いとけばいいじゃん。で、食って出てきて、ある、だからあれだな、北海道あたり育てて、宮城ぐらいまで育てて、で、茨城ぐらいでバーナーで焼いて、で、その途中、宇都宮ぐらいで、その職人が手かけて、で、新宿まで届けばいいじゃねえか。そしたら日本全国ちゃんと回るだろう。効率化しろ。効率化。そうそう、途中タレのところもあって。うん、いいじゃんね。焼いてから輸送すると硬くなる。はあ。なんか、あれだな。大変だな、いろいろな。でもなんか命を食べようみたいなさ、そういう本もあったぐらいだからさ、一回見といた方がいいよ。そういう思いをして豚を殺し、俺たちは食ってんだな、つって。ちゃんとな。理解した方がいい。理解して。俺たちは生きていこうぜ。道徳の時間のような話になっちゃいましたね。道徳の。ね、そんなに大切に大切に。育まれた命を捨てるってひどいよね。なんか、あれだなぁ、豚も飽きたなぁ、つってな。ただ殺され、殺されるために生まれ。うん。俺ガチ養豚家だよ、え、マジか、教えてくれよ。今度教えて。本当に。バイト先のおばさんが豚の屠殺動画見て豚だけ食えなくなったって言ってて笑った。何も食えねえぞ。野菜しか食えねえぞ。
昔給食の時に食べられない人もいるって言われてムカつかなかったから、めっちゃムカついた。いやだって俺は今食べれてるじゃんって、トマトが嫌いなんだよっつって、生徒会長の俺にそんなこと言うのかって俺切れたことあるもん。なんで生徒会長の俺にそんな口答えするんだ、お父さんこの人をクビにしてっつって、G やっておしまいなさい、平取猫みたいな暮らしてたんだよ。なんで俺がそんな振りが住んでるやつのこと書かなきゃいけないんだよって。そう、もっと大人になって、俺が金持ちになって、それで寄付するとかってわかるよ。なんで腹一平なのに貴重な休み時間を。って思ってたな。理事長の息子スタイル。理事長の息子。絶対そんなこと言ってた先生も腹いっぱいになったの残してたからな。しょうがないじゃん。あの考え方本当にめんどくさいよね。あの考え方。うん。めんどくさい。食べられない国の子供たちが、みたいな口上、クソ、あね、まあ本当にあれはいらないわ。あれは、あの考えはいらない。そのさ、むやみやたらに、無駄に、なんていうの食べるつもりもなく買ってきて、いや、それですらいいな、別に。それですらいいわ。金払ったら別に文句言わねえわ、俺。関係ねえし、俺には。アフリカの子供勝て腹いっぱいになれば飯残すわって、まっちゃんも言ってた。え、それあれじゃないの？まっちゃんじゃなくてさ、福本豊じゃないの？アフリカの子供かて腹いっぱいになれば飯残すわみたいな。最近俺関西弁喋ってるやつみんな福本豊に見えるから。延長しない、もう寝ようぜ。結局安眠システム考えられなかったら、まあよし、そういう時もあるんだよ。いい加減にしろ、お前ら。こんな時間、夜更かししやがって。バカもんが。寝ろ、早く。寝よ、さよなら、おやすみ。俺が眠たくなったら寝ると。さよなら。いつまで起きてるんだ、バカどもが。早寝ろ。世のために。馬の屠殺動画見てな、ちゃんと。馬の屠殺動画見てな。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。